鹿の谷駅は、かつて、北海道夕張市鹿の谷3丁目にあった、北海道旅客鉄道赤小線、夕張鉄道線の駅である。駅番号は Y24 であった。電報略号は谷。夕張市線の廃止に伴い、2019年4月1日に廃止された。北海道炭鉱期線の前世紀は、駅周辺の鹿の谷地区は、 幹部用住居が存在する高級住宅地であり、北海道夕張北高等学校、北海道緑が丘実業高校に通学する学生でにぎわった。1976年の夕張線及び夕張鉄道の鹿の谷駅と、周囲約500メートル750メートル範囲、下が紅葉山方面。この時点では、 夕張鉄道はすでに本線が廃線となっているが、火星工業所専用線はまだ使用中のため閉鎖には至っていない。構内は中央から国鉄側と夕張鉄道側の二つに分かれていて、現在の一面一線に加え双方とも北側に、島式ホーム一面二線を有し、駅舎から古線橋を介して、それぞれに連絡していた。 またどちらも多くの貨物用側線を持っており、夕張鉄道は北側に、機関区を有していて、すでに使用を終えた、転車台の周囲に4つの車庫が点在している。かつては、北側の車庫の間を終点域の夕張本町まで、敷かれていた軌道は、鉄橋を残して撤去されている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成かつての夕張鉄道線との接続駅で、広い構内には、同鉄道の車両区、保線区などを有し拠点となっていた。平和炭鉱の閉山により、夕張鉄道線が廃止となり、構内は大幅に縮小された。地名より、かつてこの地に鹿が群生していたため、とされる、単式ホーム一面一線の地上駅だった。 廃止時は新友場利益管理の無人駅であった。2011から2015年の乗降人員調査、平均は10名以下。廃止1年後の2020年4月時点では、駅舎や広い構内を渡る古戦橋が残されている状況であった。ありがとうございます。